万歳。よいしょ。なんか今日マコ顔違くない？気のせいかな。しなぎありがとうございます。今ね、後で告知する用のなんていうの、タイムテーブル確認してんだけどない。先輩たちツイートしてたんだけどない。どこにあるんだろう。しなぎありがとうございます。あれ、今日ね、いつもは自分の携帯で配信してるんですけど、今日はあえてこのなんだっけ、パッドでやってるんですよ。だからなんかパッドの使い方がさっき分かんなくて、配信ボタンとかも分かんなかったんだよね。ハンケンさん、こんばんざい。こんばんざい。やらないか、よく寝た。おはようございます。待って、ライブのタイムテーブルがあれですかね、7日の探してるんですよ。7日に B チームの先輩たちと一緒に足軽もライブに出演するので、ちょっと待ってくださいね。今あのあれ探してるんですよ、タイムテーブル。出てましたよね、タイムテーブルって。確かまだ出てなかったっけ。皆さんも12月ですね。そろそろあれですよ、夏万歳新宿キースタジオであるので見に来てください。どこだ、え、タイムテーブル見ました？あの7日と11日はまだかな。7日の気のせいか。じゃあしなぎありがとうございます。しなぎありがとうございます。今日はじゃない、昨日めいさんに、見た人もいると思うんですけど、めいさんにレポート終わらせたら手つないであげるし、イクイクしてあげるって言ったんですよ。だからもう嬉しすぎて今めっちゃ頑張ってるんですけど、なかなか終わらないっていう。しなぎありがとうございます。こんばんざい。こんばんざい。もうレポート早く頑張って皆さんと手つなぎたいっていう。頭痛い、大丈夫ですか？もう本当にメイさんがね、憧れなんですよ。メイさんとレナさんが。だからいつかそのメイさんとレナさんを両手の、ん？メイさんとレナさんと手つなぎたいんですよ。両手に花みたいな感じで。マイカちゃんに嫉妬されちゃうわ。TT さん、こんばんざい。この間ライブ見に来てくれてありがとうございました。今日も顔違くないですか？なんか顔が違う、なんだろう。キースタお疲れでした。ありがとうございました。久々にですよね、久々に会いましたよね、キースタジオ。
キョンコパンデさん、あ、こんばんざい。こんばんざい。あれ、キョンコパンデさんがあれでしたっけ、左利きの人でしたっけ。なんか左利きファンの人にいっぱいいるって聞いたんですよ。マッツンさん、こんばんざい。てんてん、まこちゃん見ると安心する？本当ですか？これで結構話してたんですよね。レモンピースも左利きやで、まこと仲間だ。あとの細胞のちゃんもか、みんな仲間ですね、左利きの方。なんかファンの人とアイドルさんに左利き多いですよね、仲間。左利きなんですよ。だからいつも初見さんとかに左利きって結構驚かれるんですけど、左利きです。でもなんか左利きって頭いいんでしたっけ、なんか頭いいとか聞きましたよね。ジャムピカチュウさん、こんばんざい。こんばんざい。笑わないで。僕はバカだけど、なんか頭いいって聞いたんですよ。でファンの人にモコちゃん頭いいって言ったんですけど、答えられなくてうーんってうーんって言ってきました。全然頭そんなんじゃないです。レポート26枚たまるぐらいの頭脳です。頑張って終わらせて、メイさんと早くね。はい。本当は明日ぐらいまでに終わらせようと思ったんですけど、まあ、全然終わってないんですよ。コウさん、こんばんざい。お久しぶり感がすごいですね、コウさん。7日行く、本当ですか？7日は2本あります。見えます？カンタマルさん、こんばんざい。秋葉原でもありますので、あ、神田の方ですか、秋葉原じゃなくて。そうだ、全部これ先輩たちと行動のライブなので、遊びに来てください。遊びに見に来てください。これあれですね、今字汚いんですけど、さっき3分前ぐらいに書いたやつなんですけど、3分朝だ、開始する3分前ぐらいに書いたやつなんですけど、字汚いので後でまた書き直して載せます。タイムテーブルは明日ぐらいに分かりそうです。明日に分かると思います。多分言い切っちゃったけど、あれでも出てたような気がしなくもないんですよ、気のせいかな、向こうの。じゃあA チームの方だったのかな、見たのが。じゃあまだしがるのライブは見てって感じなんですけど、バンゼット一緒に出演します。了解です。はい、なるべく早くタイムテーブル出しますね。タイムで分かったら、分かり次第。誰がメンバー出るのかは分かんないけど、うん、あれですね、先輩と久しぶりのライブかな。そんなことはないか。
あれいつだろう。あ、マコが見てたのは7日のあれだ、 A チームの方かな。見てたの A チームの方でした。ごめんなさい、後でお借り次第ツイートします。しなぎありがとうございます。ちょっと笑っちゃう。あ、見ました、夏万歳の出演されるアイドルさんたちも出てるんですけど、また後で夏万歳のツイートをします。この間一回したけどまたするので、各メンバーに真面目にご予約お願いします。トロダンさんこんばんざい。なんか画面がすごい大きいから読みやすい。23日病院16時から予約してしまって、あーライブと、あライブとじゃない、これか、これか、夏万歳か。ちょうどだもんね。でも予約って変更できないのか、わかんないけど、頑張って病院頑張ってください。いつも病院予約するのって親だからな、僕わかんないな。体調は今大丈夫ですか？大丈夫です。病院予約早めてもらえよ、調整する。頑張ってください。そうだね。熱万歳と、だって時間かぶってますもんね。しかも、万歳が何時に出るとかにもよりますね。大変だ。大変だ、本当に。それは大変だ。あと1月14日にワンマンライブがあるので、新宿ブレイズ新宿ブレイズ、こっちも新宿ブレイズだけど、遊びに、遊びにじゃない、見に来てください。どうしても遊びになっちゃう。足軽も出演するので、でもこの時までに昇格してた、このワンマンライブまでに頑張ります。あれですか、なんだ、今日地震あったじゃないですか。多分あったと思うんですけど、朝ありませんでした、地震。寝ぼけててあんま覚えてないんですけど、震度3も普通になったと思ったぐらいの地震に家揺れてたんですよ。もーやんさんこんばんざい。大丈夫ですか、体調。地震ありましたよね今日。いつだったかわかんないけど、朝の朝9時らへんにありませんでした。元気になったよ。本当ですか、よかった。少し安静にしててください。一回もね、
空いてないんですけど。地震午前中ありましたよね。その時寝ぼけてて全然記憶なかったんですけど、地震あったよ。群馬の、群馬の方だったんですか。え、でもこっち結構揺れませんでした。関東の人たち結構でかかったと思う。なんか僕3段ベッドなんですよ。だから人一倍揺れるみたいな、なんか揺れる体験するんですよ一番上って。会社行って気づかなかった。千葉も震度3だったかな。あ、ですよね、そんぐらいありましたよね。あー、なるほど。あそこが群馬ってことか。すごいね。じゃあ群馬は結構揺れたと思う。わかんないけど結構揺れたかな。大変だね。なんか地震あっても、大きい地震あっても多分逃げれないと思う。いや、逃げるんだけど、なんて言うんだ、携帯とか投げちゃうんですよ。あの地震の、あの音、アラームあるじゃないですか。あれ、小6ぐらいの時に、アラーム鳴って初めて体験したんですよ、そのアラームの音に。びっくりしすぎて、後ろに投げたら画面がバキバキになっちゃったんですよ。そんなことありません。マコだけなのかな。めっちゃびっくりするじゃないですか、あれ。心臓に悪くないですか地震だから地震とか津波の警報みたいなラウあれ本当に怖い。あのアラーム苦手です。え、ですよね。すごい音鳴りません？あれ音量設定できるのか分かんないですけど。中学の時に一回下校中に地震があったらしくて、警報アラーム鳴ったんですけど、周りが団地だったんですよ。こっちもこっちも団地で、まあ、ここ歩いてたんですよ。だからこのここ歩くと響くじゃないですか、団地だから。申し訳ないって感じだった。訓練のやつでもびっくりする。確かに学校のやつとか本当に怖いまだ高校で鳴ったことはないんですけど、中学の時とか訓練で結構鳴ってたんですけど、あれ本当に慣れないです音に敏感っていうのかな。だからライブも一番前で見れないんですよ。スピーカーの音とかが苦手で。結構音大きいの苦手なのかな。でも本当にアラームは心臓に悪いと思うあれ消せるんでしたっけは決まってるんじゃないかな、知らないけど、わかんないけど、消せるんだったら消したいでもいざってなった時に必要ですよね。 iPhone は設定から消せるね。あ、そうなんだ。消したいけど、でもまこいざとなったらって感じだから消しづらくないですか。消してる人とかいるんですか。あ、消してるんですか、こうさん。でも怖いからね。なんとも言えない。なんとも言えないけど。
う23分早いね。来週の配信も今日ぐらいの時間帯でいいですか皆さん。仕事帰りとかの人も多いかな。でもこの配信が火曜なんですよね誕生日が。あれですか、配信8時とかにやったら皆さん見に来てくれますか。8時からぐらい。まあ消したらアラームね。確かにね、そうなっちゃうんですよ、うん、でも消したいけどね、災害のってなっちゃうから。朝じゃなくて夜のです。朝は早い最初の方は朝でショールームやってたんですけど、なかなか寝起きだと頭が回らないっていう。夜の8時とからへんです年齢的に多分ショールームが9時までなんですよ。大丈夫やで。本当ですか。じゃあ8時らへんに来週配信できたらいいかな。ライブと重なってなければって感じなんですけどね。あ、でも今のところ火曜日ないので配信できるかな。12月の7日ライブがこことここ2本あるので、来てください。予約待ってます。20時なら見れる人多いと思います。本当ですか。じゃあ頑張るじゃないけど、1時から配信してみます。もうね、早く高校卒業したいってめっちゃ思うんですよ。年齢が物販もその万歳さんとかと出演するとだいたい夜が多いじゃないですか。だから物販も一人だけちょっと早上がり的な。この間最短で物販がそのライブが押してたら、違う、その時ちょうど押してて物販が5分もなかったんですよ本当に5分もなくてすごいあれだった、大変だったんですけど、あと2年、あと2年だね。確かに長いわワンマンライブと夏万歳見に来てください。これちょっと上下書くの反対になっちゃったんですけど、夏万歳はいっぱい他のアイドルさんが出演してくれます見に来てくださいこれは本当に後で書き直してまた投稿します。してタイトルもすぐ出しますね、このあれが決まったら2年、長いですけどあと2年長いですけど頑張って、頑張るっていうか運ですよね、あの物販のその時間帯運に任せます。お品切りありがとうございます。もう画面ちっちゃくなった。
では今日も来てくれてありがとうございました。来週は8時から、夜の8時からまた配信します。お願いします。